まあ里芋はね、まあもう収穫時期になってぼちぼち抜いて、まあ、食べて出るんやけど、去年はねもう失敗して、もうあの種芋の時から親芋がもう腐ってしまって、今回は黒ポットで育苗して、時間を増やして、今日はその話と違ってこのこっちの方やったね、生姜、5月の9日に袋を植え、芽出し5月の9日に芽出し成功して、で609やったかな、ハッシュタグ、うん、植え付けました。で10月の20日で、こんな感じ、うん、こんな感じ。まあ、こっち側がね、西側が日よけになってるんで、ある程度成長してくれてる、うん、感じやね。うん。まあ、これ結構、こんな感じで、株がね、うん、結構増えてる。細いやつもある。この、種芋になった、種生姜になったやつのその大きさにもよると思うんやけどね。うん。だからまあ、こんな感じで、まあ、生育状況ね。夏が暑かったんやけど、こんな状況で、ちょっとめくってみたら、ほら。こんな感じ？うん。おお、こんな感じで、生姜ができている。で、まあ、霜が降りるまでの間に収穫をしていったら、いいやんね。去年も、収穫して、こんな、養蚕ついとったみたいな感じあって。で、今日ちょっとね、これ、開けてみようか。どれがええやろ、開けてみるね。うん、一緒に見てもらおうかな、思って。どれが抜いてみようかな、思うけど。あっちの方がええやろか。これ、パッツンか、これ開けてみようか。悩むな、さっきのやつと。うん。これ、もうひっくり返すだけでええと思うんやけどね。おお、こんな感じですわ。うん。こんな感じね。うん。で、これ、どうやって、袋脱がそう。脱がそうっていうか。これね。うん。よいしょ、よいしょ。ちょっと片手でね。これはね、生姜、親も食べられるんでね、これね。うん。なんか、よっしゃ。親生姜も食べられる。はい、こんな感じ。わあ、わあ、わあ、わあ。はい、こんな感じです。これね、生姜、あ、これはあかんわ。これ、ニキリムシが。おぉ、こんな感じになってます。はい、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 はい。こんな感じ。うん。うわ、プチって言うた。はい、こんな感じ。お、こんな感じ。おぉ。ね、うん。どれが、これがあれやね。うん、ひね生姜になるやつや。これ芽出ししたやつ。ここからね、ほんでこの上にこう出てきてくれてる感じ。これね、うん、一つ崩したこんな感じ。うん、新生姜。これまたあれやね、麹漬け。麹買ってきたからね。うん、麹漬けしよう今日。うん、わあ、すごい。うん、一袋買い出してみました。これちっちゃい子もおるけどね。うん、大体ねこんな感じで。うん、7袋。1、2、3、4、5、6、7袋したんだね。うん、はい。解体してみました。おっと、はい、じゃーん、はい、こんな感じです。これでね、あ、銀本広場の銀本です。ご視聴いただきありがとうございます。週末営業だからね、1時からまた営業するんだけど、だからもう今日はもうちゃんと服着てますけどね。今日もよろしく。自然の暮らし銀本広場、7株7袋あって、で今前の動画で一回見てみると分からへんねんけど、このこれがひね入れて植え付けた方やね。これが1個2個、ちょっと見てね。どうなっとんや。ちょっとこれこんな感じになった。これがひねね、ひねにこうビューンとこうなっていったの。これね。うん。これひね、ちょっと取れてるんだけど、どこに繋がっとったんやろ。うん。もうちょっと、綺麗に出してよかった。これ、こう？わかる？な感じ。ちょっとこっちで見てもらおうかな。うん。その方がいいかもわからん。ちょっと広げてみます。コンクリートの上にね。うん。はい、一応ね、こんな感じです。だからまあ、ひね生姜が色がちょっと濃いからね、見たらすぐわかるんですけど、だからまあ、芽が、うん、こんな風にプチッと折ってね、ここプチッと折って、で、大きくしていったと思うんですよ。これね、うん。コブが多いとこから芽が出とったと思う。6月9日の植え付けの、動画ね、もう一回見直して、切り抜き動画にしようかなと思ってるんやけどね。まあ、こんな感じで撮れます。だからこのひね生姜も、食べられるんやけどね、当然。うん。
こんだけ取れたらすごいね、うん、これが7袋分あるから、このちっちゃい芽の多いのは多分こんな感じでできてるんやと思う。何どうも太い幹のやつはこんだけね、うわーっとこう大きくなったけどね、うん、生姜もこれだけ取れたらいいね。去年はね、これ分ぐらいしか取れへんかったんですよねで今年はちょっと頑張って、多めに植え付けたらこんな感じでね、収穫できました。うん、まあよしとしようかな。袋植えでね、ここまで取れたらね、3月にね、大体の10日ぐらい上旬にね、普通の食用の生姜、辻生姜、うん、買ってきてね、ここから芽出しをして、で収穫を去年それ成功したんで、ね、去年の動画でまあ確認、まあ今からするんですけど、去年これ一つぐらいかな、これをまあ分割して、初めてやったからね、うん、でまあ分割して、でイボイボがついてる、生姜、の方がいっぱい芽が出るみたい、だから今回は養蚕イボイボ、養蚕ってたくさんね、こうやってイボイボがついてるやつを選んできました。なんかここから芽が出るみたいな感じだったからね。でこれ、面でって半分に分結して、でまあ定植すると。だからまあ3月の上旬10日ぐらいに種芋として買ってきて、でそれからくるんでね、新聞紙にくるんで、湿らせて、で4月の下旬に確認して芽が出てて、5月に出るみたいな、いう感じです。まあ去年のやつちょっとチェックしてみましょうかね。前のレースの動画でこれスーパーで買った、生姜タレ芋として使えるようにということで、去年初挑戦してるんで、結構取れたんで、今年も、スーパーで606円分、買ったやつ、3月10日に買ってきて、でいつも日なたいったら外でこうやって段ボールに入れて、そのナイロン袋に入れて、で毎日ねちょっとめくって見ながら、どんな感じになったんだな、ふわふわ毎日見るとのなんとなくこう締め出せた状態 で、これねちょっとこうめくってみたら、去年はね、買ってするのが遅かったから、植えたのが5月の末ぐらいだったんだけどね、もう、ほら、いけそう、もう早いこと土に入れてやってもいいかなと思ってね、これ、ひげ根が横からこうやってこう出ようからね、これ、なんかこれ、大体50グラム、ちょっと傷んで、今日早く植えたかな、もう植えよう、で、これ、こう広がっていく状態で、またこう広がっていくんだからね、だからそれを植えながら袋に植えていこうかなと思ったけど、袋裏返して、今年は袋植えやってみよう。持っとんです、でこのまま植えるかどうかいうところも、ね、ちょっとこれ一緒に覗いてみてもらいましょうかね、ということで今日もよろしく。下葉の部分はね、こんな感じでちょっと土が、根周りのとこめくれ上がらんように、ちょっとこんな風に、ね、土で押さえてやったらいいかなっていうふうに思っています。で、口際は2つ、ぐらいにしとって、でこっち1個植えましたよね。であと今からずっと植えていきたいと思いますけど、だからまああと向きやね、これをまあ5センチぐらいに、下に植えるんだけど、微妙なんやね、これ見たら、ここからも見えてるし、ここ、それはね、もう適当に決めんとしょうがないね、ここ2つ出とうけど、こっちからも出そうやからね、勝手にこれ、ニュッと上がってきそうやからね、まあこんな感じにしてもええかもわからへんけど、これもこう、ね、こっちもやから、こうするとか、順番にこれね、配分して、いかんとあかんね、あと、これどうやって植えます？でもまあ両サイドにいかんとあかんから、こういうふうにせんとあかんからね、これがまあ終了や、こっち切られとうからね、だからまあ、こんな感じ、にしたらわーっとこうなる感じね、これも全部こう向きで、でこっちが下でこうやって、と一つこっちこうこんな感じ、これもまあこのままでいいかな、このままでこっち下やね、こう、はい、こんな感じ、あと2つこれもこのセットしたままでいいかなと思いますね。よいしょ、こんな感じ、あと残るがこれとこれやね、これも食べられるもんだからね、無駄がないから、こんなとこから芽出てきようからね、こっちからも芽出てきようから、どうしようこれ、こういう時悩むんやな、どうしようこうこんな感じ、ねえ、絶対ここ切られとったら芽で、こんな感じかな、こういう感じで、で5センチ下に土を持って蓋をしていこうかなというふうに思って
はい、ちょっとね、小切れにしてきました。7袋中のこの1袋ね、うん、結構あれどのぐらい1メーター50、同じ1メーター70、背の高さよりちょっと低くぐらいかな、結構伸びてね、あんまり暑いのあかんみたいから、小芋の葉っぱの影になるようなところでいうのは聞いとったんやけどね、今日説明したように西側に建物があるから結構ここからは陰ってくれとったせいで大きくなったんかもしれないです。うん、よくなんかこう蜜いうかすだれのなんかボロなやつとこうだったりした方がええみたいなんやけど、結構こんなに一袋でこんなに予算できる思わへんかったね。うん、だからまあ過去動画ちょっと、メモっとったんやけど、そのこれね、3月の末までに種芋をスーパーで買ってきといて、3月の末までにね、でまあこんなコブがいっぱいついてる方が芽がたくさん出やすいっていうところまでは、説明したと思うんですよ。うん、で3月の末までに買って、でまあ今回ねの動画で3月の12日に公開した動画があるんですけどね、それが発芽をせる方法を多分撮ったと思うんです。3月の種芋として小スーパーで買ってきたやつね、植えました。それを湿らせた新聞紙に包んで、でそれを今度ナイロン袋に入れて、今度もう一つ段ボールに入れて、保温、まだ3月いたら寒いからね、で段ボール箱に入れて、で日中は日の当たるところに出してやったと思うんです。うん、それから、5月の10日に植えて、ちょうど2ヶ月だね、2ヶ月後に行ったりね、うん、その時の動画が、その9日に生姜の袋植え方法609番でね、紹介させていただいてます。うん、それが、今日10月の20日、うん、21日11月ぐらいまで、まあ霜が降りるまでにね、収穫したらいいいうことなんで、もうちょっとあと6袋徐々にね、一回これを仕込んでから、また徐々に、ね、抜いていこうかなというふうに思ってます。まだ大きになるんかね、またこのまま置いとったら葉っぱが緑の間はね、もうちょっと成長してくれるんちゃうかなと思うけど、まあ、これ新生姜。いや、これだけでも250円とか300円ぐらいするもんね。万能調味料言うてね、前にトマト麹にね、8種類の、麹を作ってね、したらいいよ、もうチューブのニンニクもチューブの生姜も買わんでもいいよ、いうようなね、話で。結局、塩麹に始まって、で、醤油麹にだんだん進んでいって、それからまあ、玉ねぎ麹、生姜、ニンニク、それから青葉、大葉麹、トマト麹、どんどん進んでいったんですけどね。まあ、トマト麹もスープにして、卵とじで入れてね、飲んだりしても、それもええんやけど、一番やっぱりいいのは、ニンニク生姜麹が一番ええかなと思ってね。うん、ずっと前に、ニンニクとか、ショアで、粉砕してね、それを、100均の、アイス、氷作る製氷皿に入れて、で、それを固まらせて、袋に入れて、一個一個袋に入れて、冷凍保存して使うという方法をとってたんだけど、万能調味料で、やっぱりこのニンニクと、この生姜、うん、ニンニクと生姜を麹で作ったら便利やね。なんかもうチューブいらへんわ。その話また横道それてしまいようけどね。要は、袋上で、こんだけ、生姜が取れましたよっていうね、収穫編の動画を今日は、していました。ということでね、これ、また、包んで、冬、まあ、冬越しさせといたら、またこれ種として使えるかな思ったらね、いろいろ、まあ、高くなります。はい、いうことで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。では、また。チャンネル登録お願いします。チャンネル